ハロー YouTube。 はい、というわけで今日はですね、20代で会社辞めたい人がやるべき3つのことっていう話をね、したいと思います。で、まあ僕も一応、今会社をね、おかげさまで辞めておりまして、こうやって瀬戸内海の島でまったりとね、こんなとこから YouTube を更新することが、まあある種仕事みたいになってて、まあインフルエンサー的な仕事だったり、ブロガーとか、まあそういうこうフリーランス的なね、感じで暮らしてます。で、とはいえなんだろう、こう、すぐ会社辞めれたかっていうとそんなこともなくて、だいたい7年ぐらい、うだうだしながら、やっとこさ、こうね、辞めれたっていう感じですね。だからサラリーマン経験でいうと大体そうですね、まあ 5年とか6年とか7年とか5年ぐらいかありますね。なんで僕もなんかなんだろう、そのすごい会社でうまくいってたパターンでもなくて、なんか会社でスキルつけてビヨビヨビヨってこうステップ踏んでなんか独立したというよりかは、なんかもうビヨーってブワーなみたいなね、なんかもう落ちかけてなんとか独立したみたいな、まあ結構ひどい方だと思うので、まあそんな僕でもね、クズな僕でもこういう風にしたら独立できたっていうことを合わせてですね、まあなんだろうな、こうやるべきこと、こういう風にするといいですよっていうね、まあ僕の経験談とかも含めて、今日は話すので、今ねこう会社を辞めたいなとかって思いながらね、こうなんだろう、こうモヤモヤしてたりとか、どうやったら辞めれるんだろうとか、なんか才能とかスキルとかセンスとか どれぐらいいるんだろうみたいなね、気になってる方は、まあ実際のリアルな体験談なんで、よかったらね最後まで聞いてもらったらいいかなと思います。で、会社辞めたい人がやるべき3つのことなんですけど、最初に3つ先に言っておくとですね、まず1つ目、さっさと失敗しようということです。はい、もうこれめっちゃ大事です。もうさっさと失敗しましょう。で、2つ目、コピーライティングっていう、スキルをつけましょう。これめっちゃ大事ですね。で、3つ目、勉強しましょう。で、この勉強っていうのは何なのかと、実はインプットじゃないんですよ。正確に言うとインプットではない勉強しましょうということなんですけど、まあ最後まで聞いてもらったらよくわかります。はい。で、一つ目の、さっさと失敗しようということなんですけど、なんかこう、一発目のチャレンジでうまくいかせようとしてませんか？僕は結構ありました。で、僕は新卒の22歳で、まあ、一部上場企業の、まあ、かなり有料のホワイト企業に入りました。1年目の冬のボーナスで言うと50万円ぐらいあったんですよ、新卒で。ね、めちゃくちゃいい会社ですよね。で、まあ、あんまり残業もなかったし。で、なんでそんな僕が会社を辞めたくなったのかというとですね、金持ち父さん貧乏父さんという本を読みました。で、それを読んでいくと、自分の将来というのは、まあ、お金に、まあ、絶対困らないかというと、ある程度困りながら、で、自分の時間がない状態がずっと続いて、なんかこのままだとなんか人生詰まりそうだなと思ったんですよね。まあ、詳しく知りたい方はね、なんか中田敦彦さんとかが解説してるのが動画があるんで、よかったらそっち見てもらったらいいんですけど、まあ、とにかく僕はきっかけ金持ち父さん貧乏父さんという本を読んで会社辞めたいなっていうふうに思ったんですよ。うん。で、それで僕が取った方法は何かというと、その時ブログを始めたわけではなくて、YouTube を始めたわけじゃなくて、実はですね、ネットワークビジネスを始めました。そう、先輩からの、まあ、勧誘みたいなのもあって、始めて、ね、会社をやりながら、ネットワークビジネスが副業というか、まあ、ダブルワークみたいな感じですね。で、ネットワークビジネスっていうのは仕組みを作っていく、まあ、ビジネスですから、そっちが大きくなって、会社員の収入ぐらいになったら、会社辞めれるだろうなと思ってスタートしたんですが、まあ、よく言われるやつで、もう思いっきり失敗しました。はい、もうほぼ成果出ず、稼げず、溜まる借金ですね。溜まるリボ払いということで、まあ、ボーナスが比較的入ってたんで、まあ、そのボーナスとかをうまく使いながらとか、給料も比較的ね、そんなに悪い方ではなかったんで、まあ、それとリボ払いを併用しながらですね、なんとか毎月15万ぐらいの発注をね、なんとか、まあ、なるべく継続して、どんどんね、まあ、在庫とか、なんかそういうリボ払いが溜まっていったりしたんですけど、まあ、結局うまくいかなくて、2年半そういう状態が続いて、要するに会社もうまくいかない、ネットワークビジネスもうまくいかないっていうことを経験しました。で、このさっさと失敗しろっていうのは、まさにこれで、僕は やってよかったと思うんですよ。うん。なんか恨みもないし、なんか障害者がどうこうもないし、ネットワークビジネスが悪いとも別に何とも思わないですけど、なんでさっさと失敗してよかったかっていうと、失敗の原因がよく分かったからです。ごめんなさい、音が入りましたね、車の音が。失敗の原因がよく分かったんですよ。うん。なんで失敗するかよく分かったんです。僕、なんで失敗したかというと、ノウハウばっかりになってたんですね。なんかセミナーとか聞いて、あ、これだとか、あ、いいなと思って、感情だけはなんかこう、うわって上がるんですよ。なんか、自分は成功するんだみたいなね、よし、やったらできるぞみたいな、俺できるみたいな感じでセミナーで高ぶって、家に帰って何もしないとか、行動に移さないとか、移したとしてもすぐやめるとか、そういう状態だったんですよね。要するに行動ができない、継続できないという状態だったんです。やっぱり、もちろんね、知識大事なんです。ノウハウも大事なんだけども、やっぱそれ実践する、継続する、それでまた、なんか測定してね、PDCA 回していくっていうよく言われますけど、そういうふうにこう、やっぱり自分でやっていかないといけないんですよね。それを何年もコツコツ1年とか3年とか、少なくとも継続しないといけないんですよ。で、それが全く分かってなかったんですよね。なんか、知った気になって、やった気になって、みたいな。で、そのまま終了、みたいな。で、これで、まあ、もう、
なんだろう、簡単に失敗していきました、うん、2年半ぐらいかかりましたけどね、その、あ、自分がうまくいかない方法に気づくのね。で、で、まあなんか周りにももちろん迷惑かけて、会社にも迷惑かけて、会社行かなくなったりとか、抑うつ状態になって診断書もらって会社辞めて、で、実家の親にも怒られたりとか、じゃあ帰ってこいっていうことで、東京から、この島にね、また実家があるんですよ、ここに帰ってきて、いろんなところに親戚中に迷惑かけて、また人生が、まあ振り出しというか、ここからまたスタートしたんですよ。で、僕はもう終わったと思いました。まあ、一瞬、いや一瞬というかかなり終わったと思ったんですけど、でもなんか別に生活は特に変わらなかったんですよ。借金しても別に返済していけば変わらないし、あ、なんかもしかしたら、これからもう一回チャレンジできるかもしれないな。で、その時に大事なのは、要するに一発目で失敗したわけですよ。失敗してよくよく分かったんですよ。自分がうまくいかない理由は、知識量とかそういうことじゃない、才能とかじゃない、ただの、行動力不足、うん、圧倒的な、うん、だったんですね。だから間違った思考を持ってたんですよ。要するになんかいい感じ、ここをいい感じにすればいい、良くなるみたいな。でもここ精神世界なんで、基本的には、うん、なんでやっぱり物理的な行動に移さないとやっぱお金も稼げないし、自分の能力だって伸びていかないんですよね。ここだけ頭でっかちになってもしょうがないんですよ。でこれがよく分かったんで、あ、今度はよし、ブログにね出会ったんですけど、その次にブログに出会ったんですけど、じゃあブログをちゃんと書くということをやろう。要するにブログがどうか、ブログが業界的にどうかとか、ツイッターがこれから伸びる、それはまあ大事だけど、それよりも自分がアウトプットしていくことね、なんかそのコンテンツを作っていく、その、どれぐらい作業したかに、かなりフォーカスして、そこだけちゃんと見ていこう。でそれと合わせてもちろんノウハウの勉強もしていこう。掛け算ですよね、車で言うと前輪と後輪みたいな感じ。だから前輪だけじゃ走らないじゃないですか。で前輪だけめっちゃでかくて、でも後輪がめっちゃちっちゃかったらスピード出ないですよね、うん、燃費も悪かったり。なんで両方大事なんだなってことが分かったんで、一つ目、このポイント、さっさと失敗するんですよ。さっさと失敗すると分かりますから、あ、なるほどなって。でもこれが例えば20代の前半だったら良かったんですよ。30代前半、40代前半でやっていくと、もうなんかなんだろうな、もうなんかもう失敗できないみたいな雰囲気になります。もちろん30代でも全然失敗できるし、40代でも失敗できるんだけど、普通に考えたらやっぱなかなか失敗できない状態になりますよね。で、これね、よく心理学で言われるサンクコスト効果ってやつです。サンクコスト効果って何かというと、例えば LINE モバイルとかの格安SIMありますよね。あれでドコモから格安SIMに乗り換えたら安くなるね、毎月6000円浮きますよとかって言われてもみんな乗り換えないんです、なかなか。なんで6000円も安くなるのに乗り換えないかというと、今まで払った分の、費用とかがあるし、契約が残ってるからっていう、こう埋没費用って言われるやつですね。要するに今まで継続したものがこれ切り替えることになくなっちゃうってことなんです。だから30代40代になっちゃうと、今までの会社員のキャリアを無駄にできないとかっていう風になるんですよね。だからさっさと失敗した方がいい理由っていうのは、この、サークコストも働くんで、なるべく早くやって、なるべく早く失敗しよう。まあ失敗するためにやるんじゃないんだけども、でも半分そういうところありますね。絶対一発目からうまくいくわけないんで、一発目からうまくいくかもしれないけどね、わかんない、それわかんないけど、やってみないとわかんないけど、ということが、まあさっさと失敗しようということです。はい、一つ目長くなりましたね。で二つ目なんですけど、コピーライティングっていう、能力を鍛えましょう。でコピーライティングって何かというと、ざっくり言うと文章で人を動かす力です。文章で人を動かす力ですね。ということは、じゃあライターとしてのスキルなのかっていうと、もちろんライターとしてのスキルもあるんだけども、それを使った上でトークにも使えるし、プレゼンとかにも使えるし、例えば広告にも使えますよね。ウェブマーケティングとか、ウェブの広告とか、レスポンス広告とかって言われるやつなんですけど、そういうのも使えたりするんですよ。なんかよくこう、そうだ京都に行こうみたいな、こうキャッチーなコピーを考えるのがコピーライティングっていうふうに思われがちなんですが、まあ実はそれよりかはどっちかというと、こう人の反応を引き出す、うん、今ならお得ですとか、例えばまあこのなんだろうな、20代で会社辞めたい人がやるべき3つのことっていうのも実はコピーライティングだったりもします。そういうスキルとかが、詰まってたりするんですけど、心理学とかのね、心理学とか行動経済学とかっていう 分野がこうギュッと凝縮されて、それをこうどう人を動かすために使っていくかっていうような、まあ学問だと思ったらいいかな、コピーライティングで。これめっちゃ大事なんですよ。というのも、要するに会社辞めるということは、会社以外から自分で収入取らないといけないんですね。自分会社以外から収入を取るっていうことは、まあ、自分の周りとか自分がやってるビジネスとか、ビジネスパートナーから売上を上げていくってことなんだけど、売上を上げるということは価値を提供するということです。で価値を提供するためには、自分には価値があるってことを知ってもらわないといけないし、自分が作ってるサービスに価値があるってことを知ってもらわないといけないんですよ。でこう知ってもらうためには何をしますか、皆さん。ジェスチャーで伝えます、自分には価値があるみたいな、こんな
こんなんやります？違いますよね。あの、なんだろう、僕の YouTube 見てくださいとか、僕のブログ読んでくださいとか、まあまあ、あの簡単に言うと、そういう、なんだろう、こう、ジェスチャーじゃなくて言葉を使いますよね。トークだろうが、文章だろうが、メールだろうが、LINE だろうが。ね。これがすべて、コピーライティングっていうところが、繋がってたりとか、そこを学ぶことによって、一気に人を動かす力というのが増えたりするんですよ。僕も、あの、メンタリスト大吾さんの人を操る禁断の文章術とか、ザ・コピーライティングとか、その本を読んでですね、それを実践することによって、こうやって YouTube っていうのも、まあまあ、ある種ちょっとずつ伸びてきてるし、Twitter のフォロワーも3万人とか超えてるし、電子書籍で、300万円ぐらい売り上げをね、上げることができました。で、あの、おすすめ書籍はね、動画概要欄にも入れてるので、よかったらね、あの、チェックしてみてください。そう。で、コピーライティングはそうなんですよ。まさに、あの、本を読んでね、実践したら学べるスキルなんですよ。うん。めっちゃ大事です、これ。本当にね、あの、皆さんがこう、フリーランスっていう、その事業主になろうが、経営者っていうね、まあ、社長になろうが、あの、例えば上司でもリーダーでも何でもそうです。で、例えば、好きな人を落としたいって言ったらあれだな、デートに行きたいとか、うん、自分に興味を持ってほしいとか、全部そうなんです。人を動かす力ってコピーライティングすべてね、集約されてたりするので、ぜひこれはね、楽しいんでね、学んでみてください。で、これは二つ目のコピーライティングスキルを、鍛えましょうってことなんだけども、じゃどうしたらいいのかってことです。これが三つ目の勉強しましょうということです。で、じゃあ勉強しましょうってことは、さっき言ったんですけど、あの、インプットじゃないっていうふうに伝えましたよね。そう。なんかよく読書してとか、何か、あの、専門書読んでインプットしましょうって言うけど、で、それで人生良くなってるんだったらみんな良くなってますよ。学校でインプットしてんだから。でもみんななってないでしょ。そう。でも、中には中卒の社長とか高卒の社長とか別に学歴はどうこうじゃないですけど、いるわけですよ。じゃあ、インプット量関係あるのかってことなんですよ。うん。これね、実はアウトプットです。僕たちが会社を辞めるような実力をつけるとか、会社を辞めて生きていくとか、ある種、なんだろうな、この人生の中で、あの、自分が描いた成功なし、遂げるためにはですね、アウトプットです。そう。アウトプットなんです。インプットも大事なんだけど、アウトプットです。でも超絶アウトプット。アウトプット 99% ぐらいですね。あのですね、アウトプットって出すと入るんですよ。で、出してるとこに集まるんですよ。なんかよく情報発信をしましょうとか言うんだけど、情報発信するといい理由がですね、自分が情報を出してたら自分のところに情報が集まってくるんですよ。で、人脈も勝手に連れてきてくれます。で、この勉強イコールアウトプット、まあ、つまり情報発信なんですけど、この情報発信をするメリット、なぜするのかっていうことなんですけど、これはですね、自分が会いたい人に知られる力です。いいですか？もう一回繰り返しますよ。自分が会いたい人に知られる力です。あの、皆さんが会いたいとか尊敬するとか、僕メンタリスト大吾さんめちゃくちゃ尊敬していて、あの、本当人生変えてくれたというか、あのおかげで変わって良くなってるんですけど、あの、すごく会いたいです。会いたいんだけども、その会いたい人に会いたいです、ファンですって言ったところで、あの、難しいんですよね。それよりも、メンタリスト大吾さんが僕のことを何かのきっかけで知ってくれて、この人面白いと思ってもらったらいいんですよ。要するに、あの、なんだろう、あの、人生って大事なのは、なんかどれだけすごい人を知ってるか。ね、自分がホリエモンがすごい、金庫西野さんがすごいとか、箕輪さんがすごいとか、すごい人を知ってるかではなくて、いかにすごいと思ってる人から知られてるかってことなんですよ。これが大事なんですよね。僕も、あの、おかげさまでですね、まあ、こうやって YouTube とか Twitter とかで、Twitter に関しては、ま、だいたい3万人ぐらいフォロワーがいるんですけど、その他全部入れると、だいたい5万人とか6万人とか総フォロワーがいるんですね。で、そこまで来ると、やっぱり、ありがたいことにですね、あの、なんか僕より圧倒的に格上の人が、あ、知ってるよとか、あ、よく見ますとか、あの、ボイシーというラジオやってるんですけど、ボイシー聞いてますとか、YouTube 見てますとか言ってくれるんですよね。いや、嬉しいんですよ。すごく嬉しいんですよ。これが、情報発信の、大きなメリットだし、やるべきことなんですよね。で、ここには、他にもね、いろいろ理由が詰まってます。さっきのコピーライティングっていうのも、まさにこの情報発信をすることによって鍛えられます。最初はうまくいかない。もう本当ね、最初はね、なんだろう、自分を認めてほしくて、みんなね、やるんですよ。なんか、僕だったら、例えば、島暮らしいいでしょみたいな。島暮らし最高なんですよ。僕、島暮らし、豊かに暮らしてる最高、みんなどう、俺めっちゃすごくない、みんなこんなとこがスタートです。僕もこんな感じでした、うん、今もそんな感じかもしれないけど、わかんないけどね。でも本当こういうところから、なんで人がわざわざ僕の発信を見に来るのかっていうことを考えるんですよ。要するに人にフォーカスするんですよ。顧客目線ってやつです。自分から人を見てじゃなくて、相手から自分を見たりっていう、こういうスキルがね、情報発信っていうのは、あの、かなり鍛えられます。で、それが鍛えられると、例えば、現代この令和の時代において、おそらく大きな資産であるフォロワー、まあフォロワーイコール、ニアイコール影響力みたいな感じなんですけど、ね、あの、エンゲージメントが高いフォロワー層を集めておくと、ね、例えばこうメンタリスト大吾さんってね、今もうほんと総フォロワー、YouTube だけ200万人ぐらい言いますよね。ニコニコの会員数だけ十何万人とかね、超えてるわけですよ。エンゲージメントが、エンゲージメントの反応率っていうんですけど、
例えばメンタリスト DAIGO さんが本を出しますって言った時に、じゃあニコニコの会員数10万人にしましょうか。でそれのうち 10% ですね、 10% の1万人が動く、要するに実際に本を出したらポチるって考えたら常に1万部売れるんですよ。出した本が1万部売れるんですね。で本って今売れなくなってるってよく言いますけど、1万部売れたらベストセラーなんですよね。でこういう風にフォロワーがいるとか濃いフォロワーがいる、でエンゲージメントが高いフォロワーを抱えていると、要するに自分はどん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 生きやすくなってくるんですよ。なんかこうどんどん世の中ってこうサービスが均一化してますよね。金子西野さんとかもよく言ってます。もう要するに飲食店とかっていうのどこ行っても美味しいと。でそうなってくるとやっぱ人で僕たちは選んでいくと、でお店がどこにあるかじゃなくて、どの人がどのお店に行ってるのか。で僕好きな人は池早さんとかハーチューさんとかいろんな人がいるんだけども、お世話になってて、ね、でハーチューさんがおすすめしてるこの焼肉屋さんが美味しそうだとか、池早さんが紹介してるこの日本酒が美味しそうだとか、そういう風に誰かが紹介してるからそっちを買ったりとか、そっちに行ったりとか興味を持ったりするわけですよ。こういう風になるんで、誰がかめちゃくちゃ大事ですね。でこの誰がになるためが一番大事なのがアウト勉強だし、イコールアウトプットだし、イコール情報発信なんですよ。で情報発信に関しては初期費用ほぼかかりません。もうね、ネットワークビジネスの時初期発注23万円でめっちゃ安いって言われたんですよ。確かに安い。いろんな事業あるから、カフェとか、会社作るとか事業買収とかいろいろあるよ。いろいろあるけど、その中でもネットワークビジネス23万円ぐらいしたら安いけど情報発信はほぼゼロです。でも本当このスマホだけで僕 YouTube 撮ってるし、まあ一応こんなん持ってるけど、あとね MacBook Pro も調子乗ってね、ハイスペックのの買いましたけど、まあ、それはまあ情報発信でうまくいったおかげで再投資ができてるだけで、最初は普通に手持ちの、MacBook Air みたいなものからスタートしました。懐かしいね。本当ね、なんかくる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 回るんですよ。でもね、まあいい思い出ですよ。それでブログをねひたすら書いてたっていうね。そうだから、そういうところからスタートできるし、通信料なんかみんな払ってるじゃん。でも家とか Wi-Fi 契約してる人多いでしょ、最近この自粛とかでもね。でもちろんこのスマホの電波だけでも十分できるし、でまあもしなんかパソコン買おうと思っても、まあ中古とかで5万とか10万とかね、別にそんぐらいであるわけですよ。で特定給付金、特別給付金が10万円入るんだったらね、パソコンに投資したっていいじゃないですか。でそれを使って、まあ自分の身一つで頭一つでやっていくんですよ。でもちろん行動していきます。行動が大事ですからね。本を読んでそれをアウトプットするもいいし、 YouTube ね見て勉強になったとか、それじゃあ行動に移してやってみるもいいし、この動画を見てじゃあコピーライティングの本読んでみようとか、人を集める禁断の文章術読んでみよう、で学んだことを3つまとめてブログに書いてみようとか、でそれでアフィリエイトでリンクを置いてみようと、売れたら嬉しい、はい、まあ、30円とか100円とかそのレベルですよ。でもあ、人動いたんだ、自分の言葉で動いたんだってなるんですよ。で寝てる間に朝起きた時にポチってやったら、あ、物が売れてるみたいになるんですよ。そういうのが一つ一つビジネスの経験になっていくんですよね。ほんとね、1円売るとか1円稼ぐってことバカにしちゃいけません。なんかよくブログの初心者が1円なんですよねとかってなんかすごい悲しそうに言うんだけど、僕はめちゃくちゃね大拍手です。もう大拍手すごい。本当ゼロから始めて、ね、1を作るってめっちゃすごいことなんですよ。なんで、まあ、ぜひですね、勉強、アウトプットですね、情報発信、もう行動ですね。失敗もこれネタになりますから大事なんです。そうそう、1番目に、ね、さっさと失敗しようって言ったでしょ。僕ネットワークビジネスで借金して失敗してるんですよ、ね、僕はちなみにその借金してるネタっていうのをブログのネタにしました。要するにマルチにハマって借金せよって島流しっていうブログを始めたんです。それで稼げるようになってフォロワーも増えていったんですよ。まさに失敗もネタになるし、さっさと失敗してよかったんですよ。そうだから、ね、最初に失敗してなんかズドーンってなって、あ、もう自分の人生は取り返しつかないと思うんだけど、違うんですよ。そのね失敗をねリサイクルできるんですよね。大きな武器になるわけですよ。そう、失敗こそ大きな武器ですから、ぜひ皆さんですね、そう、失敗が武器になるってことはもう世の中には失敗がないんですよ。一つ失敗があるとするならば、それは何かというと諦めることです。そう、諦めること、もうやらない、失敗したからもうやらない、もういい、行動しない、これです。これ以外、これさえしなければなんとかなりますか。だって僕借金してね、マルチにはまってもうね信用を失って、それでもなんとかこうやってね、自分の好きなビジネスをやって好きなところに進めて好きな時間に仕事ができてるわけですからね。しかも今が仕事が楽しいし、本読むのが楽しいし、なんかいろいろね、勉強してるのがすごく楽しいって心から思ってます。こんな状態になったら本当ね最強ですよ。もう幸せです。朝起きた瞬間から幸せです。よく昼ぐらいまで寝ちゃいます。昼過ぎまで寝ることもありますけどね、はい、頑張って直してますけども、はい。というわけでちょっとね、長くなりましたが、今日は20代で会社辞めたい人がやるべき3つのことっていうのを話しました。さっさと失敗しよう、サンクコストが働くんで早い方がいいですね。コピーライティングを鍛えよう、で鍛える方法は勉強、アウトプット、情報発信で、この、まあ、全て同じ言葉ですから、もう同じ言葉だと思って、勉強、アウトプットで情報発信だと、どうせだったらちゃんと人に見てもらうような、ところメディアをね持っていこうってことですね。はい、というわけでこのチャンネルではですね、こんな感じで、まあ、独立する方とか、島でね今まったりと暮らしてるんで、まあ、どんなライフスタイルの
なのかとか、文章力の話とかね、フォロワー増やす方法とかも話してます。で、関連動画に、ブログを始めたい人向けの1時間の、講座、セミナーを用意してますので、それとあとフォロワー1000人突破5つのコツっていう、そういう動画30分ぐらいの動画も無料で見れますので、動画概要欄ここ三角マークの方のポチッとしたら出てくるやつですね、そこを見てみてください。で、他にも無料のね、記事で、ツイッターフォロワー増やしたい人が22項目ねチェックしていきましょうというか、チェック項目22個まとめてたりもしますし、今日話した、人を操る禁断の文章術、このメンタリスト DAIGO さんのおすすめです。で、ちなみにこれはですね、あのAmazon Audible ってあの耳で聞く読書なんですよ。耳でこう読んでくれるんですよ、ナレーターが。めちゃくちゃ読みやすいナレーターのやつで、もう iPad とかでも、iPhone とかでも、パソコンとかでもどこでも、本当に僕だったらなんだろうな、もうスマホと、イヤホンつけて、人を操る禁断の文章術ってポチって再生、ずーっとインプット、運転中ずーっとインプット、ランニング中インプットとかね、家事をしてる時インプットとか、ご飯作ってるインプット、寝る前にインプットみたいな、感じで、あのインプットじゃないんだとかって言いながらも、まあインプットはもちろんしてるんでね。で、それであのピンときたら書くんですよ、うん、で、そういうことをやってるんで、で、Amazon Audible だったらこの人を操る禁断の文章術のは、初月無料で、1冊もらえます、うん、もらえるっていうのは要するに30日間無料体験でポチって人の操る禁断の文章術ポチってしたら、それが30日の、無料解約、無料期間中に、解約すればですね、その本をずっと聞き続けることができます。こんなことないですよ、こんなことないです。 Amazon の帝国さんがですね、本を配ってますので、ぜひ、メンタリスト DAIGO さんのやつを1冊目選んで、まだ Amazon Audible 使ってない人はですね、ぜひあの試してみてください。で、速聴がいいですよ、早く聞く、3.5 倍速までね上げられるんですよ。で、 3.5 倍速で聞くとよろしくお願いしますみたいなのがなるんですけど、慣れていくと聞き取れますから。で、速聴するとですね、脳の機能が上がるっていう研究もあったりしますので、頭も賢くなったりするんで、ぜひ、おすすめなんでね、リンク、調べてみてください、というわけでチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。あ、夕日がですね、めっちゃ綺麗。ちょっとこれわかる、ほらいいっしょ。いや、こういうとこで仕事できるのはいいっすよ。はい、というわけで、はい、また次回お会いしましょう。バイバイ。